メの小判食ってみた。今回食べていくのはこの可愛い小判ザメちゃんの小判。小判ザメってサメとつきますが、サメの仲間じゃないらしいですよ。ちなみにサメとかクジラに小判ザメがくっついてんのに、なんで食べられないかっていうと、小判ザメって結構出っ歯で、その歯を使ってサメの肌をきれいにしてくれるかららしいんですよ。食えそうですね。あっという間に小判ザメの小判揚げ完成。結構ね、硬い、反発します。では食べていきましょうね。結論、小判ザメの小判は食えます。美味しくにゃ。